結構真剣で悩む。中山競馬場第10レース出走各馬の登場ゴチステークス4歳以上のオープンリステッド芝の 1600m メンバーは14人です。
1番ラインベック、今日の馬体重は488キロ、前回からプラス6キロ、鞍上は津村明秀、男児量58キロ。2番浅羽のいたずら508キロ、プラス2、島田淳二59キロ。3番グラスミアラビ518キロ、プラス20、小畑育也55キロ。4番モントライゼ520キロ、プラス2、石橋周58キロ。5番カルリーノ527キロ、前回からプラス2、武藤雅57キロ。6番セッタレダスト504キロ、プラス4、丹内裕二54キロ、57キロ。7番スコールユニバンス、馬体重458キロ、マイナス2、富田勝樹55キロ。8番シルトホルン、馬体重482キロ、変わらず、大野拓也57キロ。9番名将新竹、馬体重が490キロ、プラス12、石川由紀人58キロ。10番グレイングリーン500キロ、前回からマイナス4、田辺博信57キロ。11番オーオービスケッツ516キロ、プラス6、平田康成57キロ。12番リオ、馬体重498キロ、マイナス2、北村宏57キロ。13番オーオーノーサイド、馬体重が480キロ、変わらず、長野武蔵57キロ。14番ノースアワールド、馬体重が490キロ、プラス16、横山和夫57キロ。今日の特別2番手リステッドのゴチステークス、メンバーは14頭、発送までお待ちください。阪神競馬場10レース、オークランドサラブレッドレーシングトロフィー4歳以上3勝クラスのハンデ戦、ダート 2000m 出走16頭です。オークランドサラブレッドレーシングはニュージーランドの競馬主催団体の一つです。日本とニュージーランドの競馬のつながりといいますと、1989年のジャパンカップを勝ったホーリックス、それから1994年短期免許第1号で来日をしたサクロック騎手などが思い出されます。ニュージーランドの国旗も風になびいています。16番のビキニボーイ収まって16頭スタートしました。好スタート2番のレガーメフェスがまず芝の上で好スタートを切って、まず足元ダートに変わっていきます。3番のレッドプロフェシー、外から15番のシルバーエースが中央をつけて上がっていった。それから11番の鳳凰風神、5番手グループですが13番のラリーズオリア、14番のブジェダートの前へ、あとは7番
中山競馬場第10レースゴチステークス4歳以上オープンのリステッド芝外回り 1600m メンバーは14頭です。新規開業の矢島大吉調教師5番カルリーノでデビュー戦となります。さあ1コーナー奥のポケット支店明るい日差しの下最後は14番ノースアワールド今日は準メインメインレースとリステッドが続く中山競馬場。さあ前馬が収まってスタートしました。おっと3番グラスミアラビは後方に下がっていきます。さあ2コーナーカーブに向かってまずは6番接客を切って3馬身ごとのリード。2番手は11番オーオービスケッツ3番手は4番モントライゼ3、4コーナー中間から4コーナーのカーブ外からはスーッと14番のノースタワールド12番リオも上がってさあ第4コーナーを回って直線の攻防前は粘っている6番セッパルダスト3馬身のリードを取り2番から11番ヨーロビスケツ12番リオ相手から4番モンタライズさらには8番シルトホロすぐは14番ノースタワールド最後リードがあって12番リオわずかに先頭オービスケッツタイムは1分33秒4競り合いから12番のディオこれで3連勝鞍上北村博士12番のディオ抜けて完勝です。そして14番ノースタワールド内は11番のオービスケッツ2頭並んで2着は激戦タイムは1分33秒4上がるタイムゴールまでの 800m は47秒5 600m は35秒8となっています。まずは12番のディオ抜けて完勝最後は1馬身アンコートのリードそして14番ノースタワールド最後の最後に2番手に上がっています。人気を集めた11番のオービスケッツ最後は競り遅れて3番手8番シルトホルムそして10番のグレイングリーンこの順番です。1着12番ディオ2着は14番のノースタワールド3着は11番オーオービスケッツ4着は8番シルトホルム5着10番のグレイングリーンゴチステークス確定までお待ちください。優勝、両号。
馬主石川勝恵殿。調教師辻野康之殿。騎手北村博殿。皆様、優勝馬の関係者に対しまして、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。これをもちまして、表彰式を終わります。